21世紀オーケストラ YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。このチャンネルではオーケストラの楽曲はもちろん、団員によるアンサンブル演奏も毎週アップしていきたいと思います。9月28日金曜日に杉並公会堂で行われる吹奏楽曲をオーケストラでの公演にちなんで、アンサンブルコンテストで人気の曲も演奏してみました。2012年度の吹奏楽コンクールの課題曲としてだけではなく、アンサンブルの楽曲としても馴染み深い桜の歌をピアノソロでどうぞお楽しみください。吹奏楽の音色の要となるこのクラリネットによる情熱的なアンサンブル演奏もぜひお見逃しなく。今回の撮影で私たちフルート三重奏は実は4曲も収録をいたしました。私たち自身もとても楽しかったので、皆様にも楽しんでいただけたらと思います。みんなで作っていく YouTube チャンネルですけれども、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこちらの水よけ企画、それからこちらの11月9日の、我々の第5回定期演奏会にもぜひお越しいただけたら嬉しいです。それでは皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。